難関大向けのイメージがあるんで、そういう意味でこれめちゃくちゃ僕も愛用してました。出版社と著者はよく揉めますね。よく揉めるし、経験談ですね。もう抜けた感があるね。ああ、流派で一応お分かり、抜けた感があって、しかもですよ、始まりました。もちゃチャンネルです。今回はですね、再びたくまさんにおいでいただきましょう。はい、たくまです。今日もよろしくお願いします。今回はですね、はい、英文法問題集についてちょっと聞いていていきたいなと思って、はい。これはまずもう一言物申したいことがあって、はい、もうあまりに出しすぎてて、いろんな人が。そうですね。もうマジで絞れって。はい、思っちゃう。受験生を紛らわせんなって思っちゃう。そうですよね、はい、一から鍛えるシリーズよろしくお願いします。そうだ、ね、これ森哲さん批判にもなっちゃうかもしれないけど、全然、はい、いろんな方が出されすぎても本当思います、はい、出しておきながら言いますけど、そう思います。もうみんなで協力して一冊最高の作っていただけませんか。無理ですね。無理なんですね。利権争い、あ、いろいろあるんですね。企画していこう。はい、そうですね。なんですが、不屈の名著と言われるのか、はい、まあ、昔からあるのがこれですよね、英品。これ結構歴史あるんですね。はい、森哲さんの受験時代とかから全然みんな使ってましたよ。昔からありますよね、これ。だってね、93年からあるんですよ。あ、すごい。じゃあそっか、一昔、僕がもう生まれた頃ぐらいからあるってことですね。今じゃあ前の世代の人たちは使ってなかったのか。じゃあ何をやってたんだろう、その頃の人たちは。確かに。はい、でも僕はもうなんかもうスタンダードみたいな。スタンダードだったんですか。はい、あ、もうみんな使ってるみたいな感じでしたけどね。僕の時はこれはむしろそういうスタンダードというよりは一個上を狙いたい人。あ、はい、一冊やって、僕もあのネクステをやった後にこれをやり込んだんですけど、そういう意味ではちょっと上に抜けてる印象があって、いろんなの出てますが、これは若干難関大向けのイメージがあるんで、そういう意味でこれめちゃくちゃ僕も愛用してました。このウリュ篠田シリーズって言って、こうやってね、ここ書いてあるんですよ、どうやってやれみたいなのが説明されてるんですよ、こうやってこっから行けとか、標準問題から行け、はい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 、そんな従わなくていいんじゃないですか、これ。だから基礎的なのやって、これで完結だと僕はある程度思いますけどね。僕やってたの、かわいい塾の緑のクマかなんかがこう、あれ、それ正誤問題じゃないですか。 あれをプラスでやりました。 あれですね、この猫がこうやってあげてるやつ。ああ、そうです、そうです、そうです、はいはい、正誤問題のやつ。これ終わった後にプラス受験直前に過去問解いてて、文法問題やっぱり難しすぎるわって思った時に、河合塾の、はいはい、緑の、今オレンジになってんじゃなかったかな、なんか色変わって、変わりました、色変わったんですよ、今オレンジになってんですよ。あ、本当だ、昔緑でした、はい、そうですよね、僕がやった時も緑でした。あ、そうですよね、はい、ネクステ先、これの基本はもう二段構えで、なるほど、ある程度の大学は対応できると思うんですよね。じゃあちょうどですね、はい、ネクステージですよね。すこれまあなんていうか、もう今の定番中の定番、定番になりましたね。これでなんと著者が全く一緒、そう、意外と気づいてない人いるんですけど、これ同じ人が書いてるんですよ、はい、これで同じ桐原書店、そうなんですよ、一体どうしたみたいな ね。でも大きな違いは、僕はやっぱりこっちは本当に最初にやる人向けだなと思ってて、はいはい、でこっちは左側に問題が載っていて、右側にもうその答えと解説が載ってる、はいはい、そうですね、でこっちのいいところは問題だけが最初に載ってて、別冊で分厚いこの解説が載ってる、なんでなんか解説はすごくこっちの方が充実もしてるし、別冊だから答えが見えちゃうとかもないですし、そういう意味では良かったな。僕はこれ両方とも多分10周ぐらいは回したと思うんですよね、できない問題とかに関しては。こっち新しく読解英作アイコンを追加とかで書いてますね、読解で重要とか、新しくなってるんですよね、一応書いてあるんでしょうね、多分ね。あとあれなんですね、これね、答えがこのね、一応下見れば分かるんですけど、こっち分かんないように、はい、こっちの答えがこっちに載ってて、そうですね、こっちの下に載ってて、こっちの答えがこっちに載ってるという謎の作りになってるんですね、はい、そうです、それはありました、はい、なんだこの作りというのは。はい、はい、載せなくてもよかった気がしますよね。別冊であるんだったら見づらいと思って覚えてますけどね。ネクステの場合はね、こっちに書いてあって、答え一応ここに、ね、はい、同じ周到してなんか同じようになんか書いてるんですけど、いらねえって。そう、そうですね。別にここに書く必要ない、ここでいいっていう解説の方でもいい、まあ、解説の方には答えと番号を載せてないで、なぜかここに書いてあるですね、不思議な作り。ネクステと並ぶようなものはもう山ほどあるんですね、はい、今、はいはいはい、正直言って
どれでもいいと思うんですよ。あ、ここの2人がですね、はい、ウリュウ先生と喧嘩別れしたの、篠田さん喧嘩別れなんですか。喧嘩別れしたの、いや僕内情は知らないですよ、いうぐらいこう2つに分かれるんですよね、流派が分かれたんですね。あ、こっちがウリュウ先生でこっちが篠田先生になるんですよ。で、まあヴィンテージの方が先に出ているので、まあ明らかですよね。ネクステージっていうかね、これね、ネクストステージって書いてあって、はい、で光るラファエル一君みたいなですね、みたいなね。彼らが作ったグループがネクストステージ。ああ、そうかそうか。あ、そうそうですね。そうでした。ステージだったので、僕からするといや、ネクストステージって名前はこっちが出ちゃうからよくないぞと思ったんですけど、はい。で、明らかにヴィンテージってね、この名前似てますよね。確かに。テイジまで同じです。テイジまで同じなんですよ。テイジが一緒か。で、こっちもパワーステージって言って、ステージ同じですよね。はい、ステージが好きなんだ。そうなんですよ。だからもう明らかになんかもう抜けた感がですね。ああ、流派で一応こう分かれた感じ。こう抜けた感があって、はい、しかもですよ。ですね、ネクステに書いてあるのが文法、語法、イディオム、会話表現、単語語彙、アクセント、発音って書いてあるんですけど。で、ヴィンテージが文法、語法、イディオム、会話表現、ここまで全く一緒で、ボキャブラリー。単語語彙をボキャブラリー言い直したのと、アクセント発音を発音アクセントって言って順序変えただけやんけ。そうなんですよ。で、はい、パワーステージの方を見ると、文法、語法、イディオム、会話表現、単語語彙がないなくなって、アクセント発音なんだ。もう全部一緒ですよ。フォントも同じだぞ。ここは一緒ですもんね。サイズが違うけどフォント同じ。そう、なんだかわけわかんない、何のためにやったのか。いや、そう、これはね、受験生を紛らわせてるこの出版社に罪があると思います。で、正直いろんな論争あると思うんですよ、はい、ネクステはいやクソだヴィンテージがいいとか、うん、ヴィンテージはゴミだからネクステがいいとか、うん、いろんなこと言う人いると思うんですけど、はい、正直ここに関してはもう好み、なるほど、デザインとか、うん、はい、内容とかレベルにそんなに差はないんで。なるほど、ね、値段1330円、これ1380円で1400円、やっぱ似てるんですね。似てますよね。いろいろ、まあ、揉め事があったとは聞いてますけど、あくまでね、噂ですから。あ、噂レベルで、まあね、はい、フォレストとね、エバーグリーンとか、ね、あれもなんか紛らわしかったですね。まあ、出版社と著者はよく揉めましたので、まあ、よく揉める自分で言うのもあるんですけど、経験談ですね、はい、そういう大人の事情で受験生が紛らわされてるという。そうなんです。結局のところ、これらは学校採用、学校でいかに採用されるかっていうので、なるほど、取るわけですね、はい、まあ、どちらの著者も人気があって、はい、もう確立してるので2人で取ってたやつがこう自分で、はいはいはい、だからそっか、印税をいっぱい欲しいと。印税自分ね、1人になりますね、これやればね。秋元康が AKB 作った後にライバルを自分で作るみたいな、乃木坂を作ったみたいな、はい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 、はい、そんな感じですかね、もしかしたら。全然わかんないです。ごめんなさい。ちょっと例えが分かりづらかった。印税の取り分で揉めたんですかね。いや、いろいろあったんでしょうね、うん、で、その後にね、またスクランブルっていうのが、ね、はい、これも結構支持集めてますよね、大分社から登場して、はい、でまた値段もね1350円ですね。いや、同じような値段で、まあ、だから大分社っていう出版社の名前の安定感と、学校がね、はい、やっぱり大分社さんというのあるんでしょうね、うん、みんな英文法語法ですよね。スクランブル英文法、品質英文法語法、はい、もう全部一緒、も英文法、これも内容も一緒ですよ。英文法語法ヴィンテージ、パワーステージ英文法語法問題、みんな英文法語法、何冊出したら気が済むんでしょうね。もうやめていただきたい。でここもね、また載ってるのが文法、語法、語彙、イディオム、会話表現、発音、アクセントって、あれれれれれみたいな。ネクステと書いてあること、単語が抜けてるか、あと順番、いやいやいや、ほぼ一緒ですよ。アクセント、発音が発音、アクセントってね、ほぼ同じ。いいんですか、これ。ほんとね、出版社って真似るんですよ。思いますけど。よくわかりました。これだけちょっと僕的には、景品が上と。はい、一個、ちょっとだけこう、レベル的には、そうですね、頭出てる感じかなっていう。昔の入試問題の方が難しいですからね。そうですね。ああ、そうだ、アップグレードとかもね、ありますね。アップグレードね、これもね。これ、数件出版なんですよね、あのチャート式でおなじみの。これはあの結構デザインは他と異なってて、はい、割とカラーだし、あのモチベーション上がりやすいような。なるほど、はい、厚さもそこまでないし。1290円、やっぱこの辺です、ね。ああ、この辺で。ちょっと安いよ、うちはみたいな。確かに。いかないよ、みたいなね。でも、まあ、内容は変わらないと思います、これも。そうですね。見ましたけど、ほぼ一緒。はい、文法、語法、語彙。あ、熟語。ああ、熟語。会話、アクセント。はい。
うちの日枝先生がおすすめしている、ね、動画も出てますんで、はい、ぜひそちらも見てみてください。そして最近はね、そうポラリスっていうのがですね、はい、関先生の出ましたね。この3ポラリスは結構やってる人多いみたいですね、今の受験生、ね、はい、ね、まあただ僕からしたら3冊もやりたくねって思っちゃうんで細かく刻まれたなって、うん、標準まだ2冊だったらいいんですけどね。はいはいはい、なるほど。先生に伝えないでくださいね、あのこの批判は。でも全国にお届けされてますからでも逆に言うとこれ3つやったら相当盤石になるんだろうなと思いますんで、うん、英文法の問題がよほど苦手で、でもまあ長文ある程度読める、もう本当に英文法だけなんとかしないとって思う人はいいかもしれませんけどね。英文法ファイナル演習、あーそうだ、ファイナル演習、はいはい、ポラリスもファイナル演習っていうのが出て、さらに最後まとめというのがある。A 品に似た形にですね。してる。中間先生、はい、そうそう出てくれないですか？このチャンネルに。はい、これあのさっき僕見たら結構いいですね。僕はすごい好きな感じで、頭に問題が載ってて。で後ろに別冊で回答っていう感じになってるんですけど、はい、めちゃくちゃ解説が詳しいんですよね。これすごいいいなって思いました。代々木ライブラリーにありがちなちゃんと言葉口調での言葉口調言葉です喋り口調いいですね。ただ問題の数が少ないんで、ああなるほど、まあ1から100を学べ的な感じなんでしょうけど、うん、まあ演習したい人にとってはちょっとうん、心配なところがあるかもしれません。なるほど、いろんな戦いがあるってことですね。いや本当に多いですね、文法問題集って。まあ基本的にたくまさんは、まあ、ネクステレベルの何かと、はい、でその上 でもっと上を目指す人がこうやって、はい、やればいいんじゃないかなと、まあ一番だと思う。で、はい、このレベルはそんなに変わらない、そうです、どれやっても変わらないと思います、うん、なるほど。いやこれも役だったんじゃないでしょうか。はい、今回はたくまさんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。